こんばんは。今日は、動画を出す予定は本来なかったのですが、緊急で動画を作成させていただきます。6月16日に私が投稿した動画で、モダンホライゾン3に収録のカード、可能性の輪について、カードテキストに不備がある、ということをお話しさせていただいたのですが、その動画をきっかけとして、SNS で論争が巻き起こり、国内の MTG 界隈に混乱をもたらしてしまい、界隈の空気を著しく悪くしてしまいました。この件については、 本当に申し訳なく思います。前回の動画の趣旨は、海外で話題になっていた、可能性の和の解決時に支払うエネルギー X 点について、自分が持っているエネルギーの点数より大きい X の値を指定できてしまう、というテキスト不備を皆様に周知しつつ、テキストを額面通りにルールに適用すると、このようなプレイングが可能なので、使う前にジャッジに確認をとってほしい。ということをお伝えしつつ、この不備自体が面白いので、皆様に知っていただいて楽しんでほしい。 ということでした。しかしながら、前回の動画の私の伝え方が拙なかったため、そういった趣旨が視聴者の皆様にうまく伝わらず、そればかりか、こういったプレイングができるというデマを拡散しようとしている、という風に皆様に伝わってしまいました。今回の件、すべては私の考えの浅さが招いたことです。申し訳ございませんでした。この動画では、私が前回の動画を出すきっかけとなった事柄と、その後ウィザーズ社員から発表された本件についての見解。 そして、今後の動画活動で私が気をつけていきたいと思っている事柄をお話ししていこうと思います。まず、前回の動画を出すきっかけとなった事柄についてお話しします。今回の、可能性の輪のテキスト不備の件、私が突然動画で言い出したと思われている方が多数見受けられるのですが、実際はそうではありません。この件は、モダンホライゾン3のテーブルトップにおける発売日である、6月14日から、海外コミュニティでは話題になっていました。 この話題が海外で出るきっかけとなったのが、レベル2ジャッジであり、グランプリや SCG インビテーショナルなどの大規模競技大会でヘッドジャッジを務められた経験もあり、かつてはジャッジアカデミーの記事も執筆されていたデイブ・エルデンさんが、6月14日に YouTube に投稿された動画です。この動画内でエルデンさんは、可能性の輪のテキストについて、現在の MTG の総合ルールや、モダンホライゾン3のリリースノートに照らし合わせると、 自分が持っているエネルギーの点数より多い数の X を解決時に宣言することが適正となってしまい、結果、エネルギーを一点も支払うことなく、数十枚の大量ドローが可能である、ということを語った上で、ウィザーズは早く選ったを出すべきだということと、このカードを使うときはジャッジに確認を取ってほしい、ということをお話ししていました。私はエルデンさんのこの動画を視聴し、この不備の内容自体が面白いことと、テーブルトップで使用する際には注意すべきだ。 ということを皆様に周知したいと思い、エルデンさんがお話しした可能性の和の解決時に大きな X を指定できる根拠について、ざっくりとまとめて前回の動画でお話しさせていただきました。思い返せば、私が前回の動画で可能性の和の X の指定のルールについて、ざっくりとではない詳細な根拠をお話ししたり、ベテランのジャッジであるエルデンさんがこのことを指摘しているということを動画内でしっかりとお話ししたりしていれば、この度のように、 混乱を招くこともなかったでしょう。すべては私の能力不足が招いたことでした。なお、今回の件で私に寄せられた批判の中で、リリースノートや総合ルールを確認せずに動画を作ったのではないか、というものが多数ありましたが、私は動画を作るに際し、リリースノートや総合ルールの関連する項目すべてに目を通し、その上で、エルデンさんがおっしゃられていた、可能性の和のテキスト不備がその通りであると判断しておりました。 私は裏取りのできていない情報を動画でお話しすることは、これまでもこれからもございません。それだけは約束させてください。前回の動画では、私の説明がつたないばかりに皆様に誤解を与えてしまいましたが、エルデンさんの動画では、私などよりもずっと丁寧に、可能性の輪のテキストが不備である根拠をお話ししてくれていますので、前回の私の動画に納得ができなかった方は、英語ではありますが、エルデンさんの動画をご視聴いただきたいと思います。次に、 可能性の輪のテキストについて、ウィザーズ社員の方が見解を発表されていますので、それを紹介します。ウィザーズ社員で、モトルールマネージャーであるマットタバックさんが、くしくも私が動画を出した日と同じ6月16日に、可能性の輪のテキスト不備について触れており、可能性の輪のテキストについては問題があり、早期にエラッタを出す必要がある、ということを述べつつ、自分が持っていない点数のエネルギーを X に指定することはできない、という見解を述べられました。 ウィザーズ社員の方が正式にこのような見解を発表されましたので今後可能性の輪はテーブルトップにおいても持っているエネルギーの点数より大きい X を指定できなくなると思いますそしてタバックさんが今回このような見解を発表されたことで前回私が出した動画で話した内容は適正でないことが確定しましたのでこれ以上の混乱を避けるため前回の動画は限定公開にして直リンク以外で視聴できなくした上で コメント欄の非表示化と収益化の解除を行いました。それを承知の上でも前回の動画をご覧になりたい方は、この動画の概要欄のリンクから視聴が可能です。最後に、今回の件を受けて、今後このチャンネルを運営していくにあたって、改善していこうと考えている事柄をお伝えします。まず、今回の騒動を起こしてしまったのは、前回の動画での私の説明が拙なかったことが最大の原因と考えておりますので、今後、 これまで以上に原稿のチェックを綿密に行い、視聴者の皆様に誤解を与えないような内容を心がけます。そしてもう一つ、前回の動画では、サムネイルやタイトルにも問題があり、こちらも誤解を招く一因となっていたと思います。こういった、誤解を招くようなサムネイルや動画タイトルを設定してしまわないよう、今後一層の注意を払います。今回の動画は以上となります。この度の騒動で、気分を害されたすべての方に、深くお詫び申し上げます。 今回のような過ちを繰り返さないよう努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。